はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム IF 白夜王国編では第15章ですね、やっていきたいと思います。とりあえず主人公のレベルがいっぱいになっちゃったのと、またレベルアップができるのが増えてるので、鍛冶屋と、アクセサリー屋と温泉、あとは牢屋もか。 OK、 じゃあちょっと行くか。ん、話す大豆。まあ鍛冶屋は多分ゆっくり見ていけ。錬成がプラス2だったのがプラス4までですね。まあいいや。またあとは温泉か。温泉なんて眺めるってなんだよ、眺める超どうでもいい。うん、周囲を見渡せる、ズームこれ何、海パンみたいなの履いてんな。とりあえず中に入るか。まあ混浴ではないからな、これ女性キャラは出ないっすね。しかも微妙に距離があるっていう。いい湯だね。こいつらみんなほてってるな。切り替えてない。お、そうか、これか。こんなんあったな。焦点を当てられる。体つきみんな一緒だなパーツが一緒なんだな。誰か来たようです。誰、これは。うおー、スーパーサイヤ人3が来た。先に来ていたんだな。いや、いいから別にさあ、今回のサービスシーンは終わりと行きたいところですけれども、今回はマイルームもちょっと行かないといけないんで、フェリシア、フェリシアね、結構仲いいんすよ。こっちが本命のサービスシーンだ。何度も転んじゃいました。げっ、ハートがいっぱいある。お、めっちゃ上がる。うん、そんなことはないけど、とりあえず上がる地点を探したいからな。適当にね、グリグリやってればね、これ上がるんすよ。で、上がりが悪くなったら別のところ適当にグリグリしていくと、なんかポイントがあるんで、これもし全部上げるっていうのはないよな。1回につき多分1個だな。何がもったいないんだかわからん。早く上がってくれ。これも結構疲れるんだから。タッチペン使ってないんで指でグリグリしてます。私もっともっと頑張ります。そうだな、お前かなり戦力になってるからな。こう魔法のね、手裏剣をね、装備させたんすよ、ちょっとレベル上げのところで。そしたらなんかめっちゃ強くなりましたね、こいつ。覚醒した。あと1回かな、これが上がればピヨピヨピヨーンと。あー、全部上げなくて済むな。でもあと 1,2,3,4,5,6,7 回くらいやんないといけないってことか。絆が深まった。呼んでくださってとっても嬉しいです。そうかそうか、また来い。また2人でお話しさせてくださいねお話はしてないよ適当に撫で回してただけだよ。そして相変わらず帰りは寂しいと。牢屋、そや牢屋のあれがいないな。これはマフィアだった。あれ、牢屋ってどこだったっけ。ここだ。捕獲術とかいないんだけど、誰が覚えるんだ。何にもないそうか、あと飯を食ってこう。最近飯食ってなかったなあ、そうだ、これ使うんだ。一つだけでいいや。食材も貴重だからな。狐に料理作らせて大丈夫か。えへへじゃねえよ。綺麗だったわ。何ができた。うわ、
魔法防御プラス1。まあいいや、一応全員に食ってもらうか。マイナスとかなるかな。お、うん、ああ、なかなか23人の半数。まあいっか、魔法防御くらいだったら力とかが上がってくれると助かるんだけどな。そう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 、で主人公だよ、主人公がもうレベル20でマックスになっちゃったから、多分これを上級職にしないといけないんですよね。どれだ、なんとかプルーフみたいな、ちょっと名前が分かんない。マスタープルーフ、これだ。パラレルプルーフはレベルがそのままで別兵種。あ、小判があった。まあいいや、これをちょっと引き出そう。で、これを使う。何これ。血の血族じゃねえよ。白の血族。白夜の心持つ者、高貴な血の王族。刀と流石に加え。ああ、これなんか魔術のあれを使えるようになるのか。ってことは、射程2から攻撃できるんじゃん。ヒットポイント2。力3。おお、全部上がる。平均的に上がる。クラスチェンジしますか。はい。おお、すげえ。おお、いけいけいけ。サンダー食らった。サンダラを食らった。雷に打たれて目覚めた。おーおーおーおおおお、いいね。移動が起こった。僕の新しい力。お、杖が使えるようになった。こいつ超万能じゃん。あ、不術じゃなくて杖ね。これが使えるようになるのかと思ったら。ってことは杖杖杖回復ができるな。アーマーキラーとかちょっと外そっかな。てか傷薬外そっかな。そうすると結局使ってないからな。で、これをじゃあちょっと覚えさせておくか。おお、かっこよくなってる。しかもパラディンみたいなFF4 のパラディンこのパラディンじゃなくて FF4 のパラディンみたいな格好になったな。じゃあ15章。これ相変わらずその最初章に入るまでがちょっと時間かけられるな。人狼の峰。なんとか国境を突破した一行だが、主要な街道は暗夜兵に固められ、とても王城にたどり着けそうにない。そこでミカミックスたちは新たな道を探索することにした。ということで、ってことは獣戦火隊、人狼の峰。失礼します。ただいま偵察より戻りました。どうだった。ダメです。やはりどの道にもすでに多くの暗夜兵が配備されていました。主要な街道はもちろん、人の通らぬような獣道にまで、その数は数千にも上ると思われます。そんな、それだけの暗夜兵がいたのなら、とても危険な偵察だっただろう。ありがとう鈴風、立派にやり遂げてくれて助かったよ。いや、これ式のこと当然です。それより困りましたね、このような状況では。せっかく暗夜王国内に潜入できたというのに、王城になどとてもたどり着けません。どこかにないのか、暗夜兵の手の届かないような道が。うん、そうだな。一つだけ心当たりがある。え、龍馬兄さん、それって、ああ、難攻不落の高峰海縁を通る道だ。なんですって。いけません龍馬様、そこは暗夜王国の民たちでさえ恐れる魔物が住む山。無事に越えた者は数えるほどしかいないと言われるのですよ。そうだ。だがそれゆえ暗夜兵も迂闊に足を踏み入れたりはしないはずだ。それはそうですか。どうする、ミカミックス。今から進める道はおそらくそれしかない。ずっとこうしていても同じだ。どの道選んでも危険なことに変わりのない状況なら、少しでも可能性のある方がいい。だから行こう海縁へ。いいだろう。では行こう海縁方へ。鈴風、なるべく兵の少ない道を教えてくれるか。お任せください。おお、来た来た。難攻不落の光明というのは伊達じゃないね。大丈夫かミガミックス。なんとかね。でも後方にはかなり参ってる人もいる。この辺りで一旦足を止めた方がいいかもしれない。そうだな。では俺は後方にそれを伝えて。何か近づいてくるぞ。え、おお、危ないぞミガミックス。おお、これは目がいってる。龍馬兄さん、あいつはなんだ、魔物なのか。いや、
あれはガルーだ。人と狼の両方の姿を撮れる獣族の末裔。まさか実在したとはな。俺も本物を見るのは初めてだ。海縁に住む魔物というのはこのガルーたちのことだったのか。おい、お前たちここに何しに来たんだよ。君は？俺はフランネル。この辺りのガルーのリーダーだ。俺たちの毛皮が目当てなら諦めて帰った方が賢明だぜ。これまでそういうやつを何人殺したかわからない。何？これは人骨。待ってくれ。僕たちはただこの場所を通りたいだけなんだ。君たちに危害を加えるつもりなんて一切ない。通るため？ここ？本当か？うん、本当だ。信じてくれ。僕たちは戦うつもりなんてない。みんな武器を置いてくれ。仕方ないね。すまない。驚かせてしまったことは謝るよ。でもこの辺り僕たちに、この辺りじゃねえや、この通り僕たちに戦う意志はないんだ。どうかここを通してほしい。いや、これで通れるようなら、こいつらが出てきた意味がない。どうせ襲われるんだろ。おい、もういい。こいつらに敵意はない。このままここを通してやろう。フランネル。うわあ。なんだ今の爆発は。ミカミックス、あの頂を見ろ。さっき爆発したものがあそこにも。そんな、あの魔法具から感じる力、ガロン王にもたらされた魔剣に似ている。まさかガロン王やマクベスの罠なのか。おいおい、大丈夫か。なあ、しっかりしろ。目を開けてくれよ。お前たちがやったんだな。油断させておいてみんな殺すつもりだったのか。違う。違うんだ。これは僕たちがやったんじゃない。信じまえよ。よくも俺たちを騙したな。許さない、仲間の仇め。おお、ご無事ですか、ミカミックス様。くそ、どけよお前。俺はそいつに用があるんだよ。お、戦ってる。やられた。鈴風。残念ですが、この状況で誤解を解くことは無謀です。攻撃をしないとみんなやられてしまいます。逃がさないぜ。俺たちの仲間を殺したこと絶対に許さないからな。お前たちは全員殺してやる。ここから生きて帰れると思うなよ。参りましょう。ミカミックス様、ご決断を。やむを得ない。みんな戦闘の準備を。本当はガルーたちに刀を抜きたくなかった。無関係なものを戦いに巻き込みたくはなかった。なのに、なのに、すまない。俺はパワーアップした。その力を見せてやる。ちょっと待ってね。11ユニットか。まあ、オロチ、ヒナタ、フェリシア、オボロ、ニシキをどうするかな。ニシキたらね、確か獣に強い気もしたんだよな。モズメもどうするかな。まあ、サクラ出すだろ。サイラス、アクア、ユーキリ、リョウマ、クリムゾン、匠が出せない。誰か外そう。ヒナタかオボロどっちかだな。ヒナタ外そう。匠で、あとはクリムゾン、これでいこう。敵全滅、速攻でいるな。アーナガルムレベル2、マスタープルフ持ってる。まずはちょっと俺の力を試したい。ダメだ。倒せないからちょっとやめよう。タックミンにしよう。タックミンに、いや、タックミー強えな、やっぱり。おお、変身した。ほら、ただタックミーもそろそろ、ほら、もうレベル19だ。多分レベル20でまたマックスになるんだろうな。錦をちょっと、大丈夫だよな。おお、やっぱ強いマークがついてる。獣に強いんだ。いいね。尻尾が汚れたよ。めっちゃレベル上がったな。で、この龍脈は何？あー、敵能力減少か。豪雨ね。どうしようかな。じゃ、ちょっと使えるみたいなので使ってみるか。あー、いけない。サイドが使えなかった。こいつらを前線に出してと。
ん？これどっから来るんだ？宝箱とかはないよな。増援とかが来ると厄介そうだけど。うん、相変わらず狭いな道が。そうか、弓だから反撃できねえわ。痛い、結構食らった。今これ使うのもなんかもったいないよな。まあいいか、流脈雨を降れ。何のあれがダウンしたんだかわからない。こいつ金持ってる。待ってよ、サイラスは前面に出して、こいつは攻撃ができるな。倒す 66% か。ただまあ反撃を食らわないだけいいかな。外したとしても、外したか。よし、レベルが上がった。でクリムゾンでいけるな。まあ外したとしても問題はない。絶好調だね。いいね、ようやくレベルが上がった。おお、上昇幅も悪くない。マスターフルフで龍馬で、ちょっと待って、タックミーでこいつを、いや強すぎだろどうしようかな。メイドちゃんにしよう。メイドちゃん、いやー強い。メイドちゃんも 75% が2発だった。だこのね、魔法武器にしたんですよ。魔法武器に、この手裏剣は魔力で攻撃力が変わるってやつ。呪いし、命中率が低いな。素早さが高いのか、獣神だから。かわされた、マジか。こっちも変身だ。楽しかったよ。おお、結構レベル上がる。レフィジャニア経験値アップ。うん、いい上昇幅で。アックはどうしようかな。これこっからも攻められるといえば攻められるな。山全然移動力が減るけど、おぼろをちょっと連れてっか。そうすると、いやー、やっぱ狙ってくるか。楽しそうだね。痛い。どうする、こうだな。大丈夫。さて、うわー、マジか。でも倒した。70% 台だとちょっときついな。外れる率が高い。 OK、 自力で回復。タックミーはね、この地形効果無効っていうのがマジ最強っすね少し一歩ずつしか進めない。おぼろ、なんか無駄だけど回復させよう。フェリシア、いや待って、自分で回復できんな、もったいないから、そのままにしておこう。獣、獣で、ドラゴンナイトは機動力が強いからな。変身、死んじゃダメよ。 OK、 いくわよ。いいね、うまくいったね。え、これレベル1に戻るの？ちなみにちょっとシステム的によくわかんないけど、自力で回復しつつってことはこうだな。こいつはもう単独で行こう。おい、ちょっと異常だ、この強さ。お、守護石みたいなの手に入れた。ドラゴンマスター、こいつはねちょっと射程が1だからね。タックミーをちょっと派遣しよう。でこいつをぶっ倒す。
恨まないでよ。こいつここでレベル20にしたいな。流行ってんのかね。で、なんか上級職的なものにつけたい。こいつこうだな。援護すれば。カサダ3。いや結局無駄な戦いだったな。微妙に経験値を手に入れて終わりみたいな。ただ再度をかけられるからもう一回行くぜ。頼む、当たれよ。うわ外した。そうそう当たるものではない。悲しいな。アクアもレベル20になったら、っていうかこれあれが足んないんだけど、マスタープルフ的なの買わないと。うわマジか、めっちゃ外れんな。勝てたね。OK。秘伝の書、なんかいっぱいいて、あ、やっぱレベル1になってる。でもレベル1でこの強さってことは、またこっから強くなっていくってことでしょ。それはすごいな。倒せるな。2発ヒットしないと倒せない。ただ頼む、 56% は乗ったね。あら、これクリティカル超強い。ちょろいもんだ。これクリティカルめっちゃ強いんだけど。クリティカルで外れるとかあんのかな。ここの龍脈は使わない。龍馬が意外に活躍できてないっていう。よし回復。なんで回復したんだ。まあいいや。うう、全然進めない。はいはいはい、歌う。ほいほいほいと。どうしようかな。ちょっと右、あいつは危険マークついてるな。ここの龍脈にいいな。行くのはちょっと遠すぎるかな。サイラスの壁をちょっとここら辺に作って匠で、ドラゴンナイトをちょっとここで、こいつはこことちょっと集結するまでは危険だからな。フェリシアどうしようかな。こっちから攻められるか。やっぱり射程2っていうのがねかなりでかいよな。射程3とかいるのかな。来たか。こいつら攻撃力意外に弱いな。助かったよ。ドワオーっと。ソシアルナイトって別に上級職じゃないよな多分。ドラゴンナイトとかはもう絶対上級職これ。だからどう変化するかだな。全然ダメだ、進めない。ほいほいほいと、こうやって行動力を。錦ちょっとレベルが低いからな。命中率高えなこいつ。ほいほいほい、いいね、目が光ってかっこいい。よしレベルアップした、ちょうどレベルアップした。16。速さしか上がらない。これ決まってるのかな、レベル上がる幅みたいなの。かといってね、このセーブしてやり直すって時間もないんで。あ、こっちからダメだな。オロチがちょっと遅れてきてるな。さっきから全然使ってないな、回復してないから。あ、来た、ボスが来たよ。 25×2 ってやばくね。仲間の敵め、お前たちだけは許さない。超重積。マジか。消えた。せめてダメージを与える。死んでった。すまない。うお。これじゃ騎士失格だ。戦死者が出たか。タクミはな、一致ができないからな。うお。
こいつも狙ってきたか。潰してやる。うわーマジかよー。クリティカルが出た。コウギリが戦闘不能になった。おっと増援が出てきたか。マジか。ちょっとこのボスぶっ倒しとこう。巧みでぶっ倒す。 87%。 いけるだろう。これで巧みはレベル20。かわいそうだが死んでもらう。なんでだよ。お前たち最高なければ。まあそれは否定しない。マックス。よし、こいつを次上級職にしよう。何になれるんだ。それもちょっと楽しみだな。精霊の粉。援護してあげるよ。これ白い獣と色付きの獣がいるけど、やっぱ違うのかな。龍馬をちょっとじゃあこっちに派遣するか。オロチ。オロチの攻撃で倒せるか。 54% か。微妙だな。まあいいや、攻撃しよう。反撃は食らわないから。当たれ。よし、当たった。 OK。 傑作じゃったぞ。あとこいつもいるな。心全然進めない。こいつ何しに来たんだ。でフェリシアちょっと回復できるはず。あ、アタックできるな。大丈夫。手裏剣、爆炎手裏剣、超強い。覚醒した。爆炎手裏剣で新たんと生きる道を見つけたぞ、フェリシアは。でこいつの杖は秋祭り。いいね、めっちゃ回復できる。でも秋祭りって有限だからな。ちょっと本当に危険な時に使うようにしよう。11が2回か。やっぱこいつら素早さが高いんだな。ってことは、よし、当たった。奥義。ラウンドリップセーバー。おお、そこそこの機動力を持つ主人公何の役にも立たない。ちょっと山に深入りしすぎたな。まず龍馬で攻撃しよう。一発で倒せる。いや、 85% が2回当たれば倒せるってことか。わあ、かわされたよ。てか回避率超高いんだけどこいつ。異常だ。変身。狐の方が強いということを思い知らせてやる。どう考えてもウルフの方が強そうだけどね。非常に危険です。回復させてからにしよう。秋じゃなくて春だな。ほいほいほいと一応生き残れる。辛い。あー、かされた。うお、レベルは上がった。あんまり上がらなかったな。ただやばい、次殺される。こいつまずい。あー、ダメだ、あいつ死んだな。届かないか。死んだ。入れ替えもできねえしな。匠をまた前線に出して、ここののここ。来たか。 96%。 1回2回。絶対死んだ。やられた。アッパーカット食らった。タイガーアッパーカット食らったよ。こいつも近接攻撃ができるようになればだいぶ使えるんだけどな。1。何なんだ、相性が悪かったのか。
よし、こっちに倒そう。キツネ、素早さが高いから意外に使える。うお、マジかよ。オッケー。あとはこいつだけだな。匠はもう完璧だからこれでいこう。いや、メイドも強いよ、これ。いや、メイドがね。すみません。いいね、新たなる生きる道。すまない、ガルーのみんな。僕はいくら謝っても許されないことをした。いや、今日のことはあなたの罪ではありません。罪があるのはあの罠を仕掛けたものです。どうか思い詰められませんよ。でもガルーたちを倒したのは紛れもなく僕のこの手だ。それだけはこれからも背負っていかないといけない。優しいですね、ミカミックス様。私はあなたののしかかる重圧を取り除いて差し上げたい。私はあなたのような人にこそお仕えしたい。え、使える？よろしいですか。白夜の王城兵士のうち高い実力や家柄を持つ者は時期が来れば特定の主君を決め忠誠を誓います。椿さんと風花さんは桜様に、日向さんとおぼろさんは匠様に、浅間さんと刹那さんは日の香様に。てか刹那ってこいついなくね。死んだんだっけ最初の戦闘で。まあいいや。そして影郎さんと私の兄斎蔵は龍馬様に。そうだね、そうだね。喋った。あれ、そういえば鈴風は。はい、私に決まった主君はおりません。長い間王城に仕えていても人に仕えたことはありませんでした。私はずっと主君を決められぬことに悩んでいましたが、それはきっとあなたに仕えるためだったのです。ミカミックス様、私はあなたに仕えると決めました。私が忠誠を誓う主君はあなたです。鈴風、それにあなたに罪があるというのなら私にも罪があります。私はあなたにいくら謝っても許されないことをしました。ミカミックス様、私は。なんだ、何をしたんだこいつは。おお、さっきの魔法具がまだ。しまった、崖が崩れる。うわー、おお、ギリギリ。やめるんだ鈴風、君まで落ちることになるぞ。この手は離せません、ミカミックス様。私は今こそ罪を償わなくては。私のせいであなたはアイア王国に連れ去られたのです。君のせいで。はい、あの日シュバリエ公国にお供していた私はアイア王国の軍勢がこっそりと公国内に入るのを見ていたのです。それなのにまだ幼かった私はその意味に気づかずに。そんな、幼かったなら当たり前だ、君のせいじゃない。いや、代々白夜王家に仕える忍びの家柄である私にとってそれは万死に値する愚かさでした。にもかかわらず王女となられた御子様は私をお許しくださり傍らに置いてくださった。それはきっとこの時のため。まさか鈴風。お、なんか飛んでる。てかさ、そうだよ、ドラゴンナイトみたいなのがいるんだからさ。大丈夫か、ニカミックス。鈴風姉さん、ここだ、早く助けよう。待っていろ、今行く。おおおお、崖が崩れる。この命はあなたのため、あなたのために。あれ、日の香様、受け止めてください。はあ、何をする気だ。おーい、ミカミックス。おお、お許しください。私はずっとあなたの幸せを願っております。どうか生き延びてください、私のたった一人の主君ミカミックス様。おお、すげえ声だな。そんな、鈴風。あ、鈴風、鈴風。うわー、死んだ鈴風。おお、スーパーサイヤ人3。
山頂に着いたぞ。ミカミックス、平気か？鈴風。なあ。ミカミックス、向こうに太陽が見える。え？いいか。光の届かぬアンヤ王国でも唯一太陽を望める場所がある。どれだけ暗い闇の中でも光の見える場所は必ずある。それが今お前の立っているところだ。暖かい。白夜王国にいた頃に見た懐かしくて暖かい光だ。まるで鈴風が見守ってくれているみたいだね。ああ、ありがとう鈴風。君の思いは無駄にはしない。きっとこの戦いに勝ってみせる。だから太陽の見えるこの場所から見守っていてくれ鈴風。鈴風マジ死んだの？てか鈴風鍛えてなかったからよかったけどさ、これ主力にしてたら超ショックだろう。というところで、じゃあ第15章これで終了して、また次回やっていきたいと思います。